まずはドラフト1位ルーキー森下投手。お母さん手作り特大弁当、ご飯がなんと 1.5 合も。ボリュームと栄養が満点です。おいしいです。森下投手はグローブに夢を支えてくれた家族の名前を一文字ずつ刺繍しています。マサト、まず大学卒業おめでとうございます。大学4年間で心身ともに成長できたこと、本当に良かったと思います。プロの世界はどうですか？コロナの影響で無観客試合、どの球場もたくさんの野球ファンで埋め尽くされるのはいつになるんだろうね。今からが勝負です。たくさんの方々が応援してくれてます。将来やっぱプロ野球選手になってよかったなと思えるよう、しっかりと頑張ってください。応援してます、母より。ありがたいですね。やっぱこうやって支えてくれてるんだなって思うと、はい、さらに頑張らないといけないなっていうふうに思います。大学からは寮に入ったので、母さんの弁当を食べることがなかったんですが、本当に毎日大変な弁当を作ってくれていたんだなと思うと、本当に嬉しく思います。これからプロの世界でしっかりと結果を残して恩返しできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。続いては大瀬良投手。手作りハンバーグ入り弁当、大好物というハンバーグをはじめ、食べ盛りの高校生の頃によく食べたおかずがたっぷりと入っています。いただきます。うん、僕ハンバーグ大好きで、年末とか帰省した時は絶対作ってもらって食べてるんですけど、美味しいです。本当に優しさだけでというか、育ててくれたというふうな思いがありますので、人に対する思いやりだったり、優しさだったり、どういうことをすれば喜んでもらえるのかなとか、母を見て、学んだ部分っていうのはすごくたくさんあると思いますし、お母さん、お弁当いただきました。ごちそうさまです。懐かしい味がして、昔のことを思い出します。とにかく元気に頑張ってる姿を、見せられるように、精一杯これからも頑張っていきたいと思うので、いつまでも元気で、お母さんらしく生きてください。頑張ります。最後は石原選手です。高校卒業以来、なんと22年ぶりのお弁当。大好きなお肉は欠かせません。いただきます。そうですね、年に1回しかほとんど帰んないんで、その時にも、ご飯作ってくれるんですけど、また弁当で食べると懐かしいですね。やっぱり高校時代を振り返ってね、毎朝5時に起きてお弁当を作って、僕を送ってくれてたっていうのは本当にありがたいですし、感謝してもしきれない気持ちでいっぱいですね。22年ぶりに、お弁当今いただきました。やっぱり美味しかったですね。懐かしい感じがしました。ありがとうございます。これからはね、自分の時間を自分のために使って、楽しい生活を送ってくれたら僕も嬉しいんで、楽しく生活してください。体にはくれぐれも気をつけてください。今日はありがとうございました。